プレミアリーグのマンチェスターユナイテッドなどで指導経験があるコーチからイングランド式のトレーニングを教えてもらえるサッカー教室はこの夏全国4カ所で行われています。府中町では発達障害がある小中学生およそ30人が参加し、通訳を交えながら3時間汗を流しました。コーチがよく話を聞いてくれたり、教え方が良かった。分かるとこはやっぱ英語で話してくれたりして、やっぱ楽しかったです。We don't put people aside to one side. We try and be as inclusive and as engaging as we can with all children. サッカー教室は来月4日に佐賀県でも行われます。